Hey guys! このチャンネルは平成30ビデオプロダクションです。チャンネル登録してお待ちください。まもなく始まります。このビデオはパート1からの続きです。パート1の URL は説明欄にリンクがありますのでご覧ください。他にも日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日でも紹介された渋谷ハロウィン2018軽トラ事件のスクープをはじめ、ラブホテル街ドキュメンタリー、スタビライザー、散歩など公開してます。説明欄に関連リンクありますのでご覧ください。
標準レンズ、16mm の広角レンズ、70mm の望遠レンズ、こちらの3つのレンズに搭載しております。今回、新たにサイズレンズを搭載いたしました。でサイズレンズは、去年のアルカシリーズのレンズであったり、アルカシリーズのレンズを開発している広角メーカーですね。それが何だろうなので、より
このチャンネルは平成30ビデオプロダクションです。チャンネル登録してお待ちください。最後までご覧いただいてありがとうございます。このビデオはパート1からの続きです。パート1の URL は説明欄にリンクがありますのでご覧ください。このビデオの次のパートへ続きます。続きのパートの URL は説明欄にリンクがありますのでご覧ください。他にも日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日でも紹介された渋谷ハロウィン2018軽トラ事件のスクープをはじめ、ラブホテル街ドキュメンタリー、スタビライザー散歩など公開してます。説明欄に関連リンクがありますのでご覧ください。